はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。マリオメーカー2の大型アップデートとうとうやってきましたまあちょっと出すの遅れたけど、5日前ぐらいかな、アップデートされたのは。ちょっとみんなでバトル10日間連続企画をやってたんで出すのが少し遅れてしまいましたけど、今回のアップデートがまたさらなるね、このマリオメーカー2をきっと面白くさせてくれると僕は思いますんで、この大型アップデートの内容をぜひ紹介させてください。それじゃあまずですね、パワーアップアイテムが増えました。で、どんなねパワーアップアイテムが増えたのかっていうと、じゃん、マリオ USA のキノコで、この画像に載っている通り、マリオ USA っていうのは敵を持ち上げることができるんですよね。そしてその敵を投げることができるんですよ。で、このスキンはスーパーマリオブラザーズのスキン限定になります。これみんなでバトルやったらめっちゃ盛り上がるんじゃないかなって思うんですけど、ちょっと今後のみんなでバトル楽しみですよね。そして次はカエルスーツ。いや、このカエルスーツなんですけど、僕任天堂さんの公式ホームページの動画を見たんですよ。その時にこのカエルスーツを着てたら水の上をね走り回れるっていうすごいことができるんですよね。これもめちゃくちゃ面白そうなアイテムになると思います。これはスーパーマリオブラザーズ3限定のアイテムです。で、次はパワーバルーン。スーパーマリオワールドの頃に出てきたアイテムなんですが、これを取ったキャラはぷくってお腹が膨らんで空中を自由にですね動き回れることができるようになります。で、逆にですね、このアイテムを取ってしまったらずっとですね制限時間以内、まあ、このアイテムの効果が切れるまでずっと空中でさまよい続けてしまうから、みんなでバトルではしっかりコースを見て取っていかなきゃいけないと思うんで、ぜひ気をつけてください。まあ、とかいう僕が一番ね取ったらいけないとこで取ってしまいそうだけどね。はい、そして次はスーパードングリ。このアイテムは皆さんよく目にしたことがあるんじゃないんでしょうか。スーパーマリオブラザーズ U っていう Wii U の頃から出てきたアイテムです。これは画像の通り、取ったキャラはムササビ状態に変身して空を滑空できるようになります。イメージ的にはですね、スーパーマリオワールドで出てくる羽、その羽のアイテムを取った時にジャンプしてジャンプボタンを押し続けているとちょっと空を滑空できますよね。あの状態とちょっと似てる感じですね。で、このスーパードングリのアイテムはスーパーマリオブラザーズ U のスキン限定です。そして次、ブーメランフラワーで、このアイテムはもうそのまんまだね。見てわかる通りマリオがブーメランを投げれるようになるアイテムです。そしてこのアイテムはスーパーマリオ 3D ワールドのスキン限定になります。パワーアップアイテムは以上なんですが、スーパーマリオ 3D ワールドスキン限定で被り物ボックスっていうのも追加されてます。そしてこの被り物ボックスはね何なのかっていうと、これを被ることによってその取った被り物ボックスの特殊効果が使えるようになります。そしてまず第1に砲台ボックス。この砲台ボックスを被ることによって大砲のね弾を発射することができます。そして溜め打ちすることで弾の飛距離が長くなります。そして第2、プロペラボックスで、このプロペラボックスなんですが、スーパーマリオブラザーズ U に出てくるプロペラキノコとちょっと違ってて、このアイテムはですね3回まで再上昇できるんですよね。あのプロペラキノコはですね1回しか上昇できないんですが、このプロペラボックスは3回も上に上がることができるんですよね。これはかなり上に行くことができるんじゃないかなって思います。そしてプロペラキノコのように空中で急降下することもできます。あのドリルみたいに落ちるやつですね。そして3つ目、赤パウボックス。このアイテムは自分が3回パウブロックになることができます。ただし続き限定なんですよね。だからイメージ的にはブロックの上に敵とかがいて、その下から続きをすることによって敵を攻撃できるっていう感じかな。そして4つ目、ハリボテクリボー。
これはめちゃくちゃすごいアイテムだと僕は感じているんですが、このハリボテクリボーのアイテムを取ると敵が味方と思い込んで攻撃してこなくなるんですよね。あのクッパもブンブンもプンプンもみんなもうどんなボスでも攻撃してこなくなるんですよ。これ無敵じゃない？これ無敵だよね。攻撃してこないんですよ。これはめちゃくちゃ熱いアイテムだと僕は思っています。そして最後の被り物ボックスはハリボテキラー。このねアイテムもめちゃくちゃ楽しそうですよね。空中で制限時間内なら何度でも飛ぶことができます。ただし上に飛ぶんじゃないで水平、まあ横ですよね。キラーみたいに横にずっと飛び続けるっていう感じかな。制限時間内なら右でも左でも何回でも左右に往復することができます。このハリボテキラーなんか夢がありますよね。制限時間内ずっと飛び続けることができるから楽しそうだなって僕は思ってます。そしてまだまだあるんですよ。クッパ軍団のクッパ7人衆っていうキャラが追加されます。まあ、それぞれの名前を言うとイギ、ラリー、レビー、ルドビック、モートン、ロイ、ウェンディ、この7人が追加されます。まあ、それぞれみんな違った攻撃をしてくるので要注意してください。遠距離攻撃もバンバン来るからね、結構強いんですよ。そして新たに新パーツも登場します。ステージに設置できる、例えばピンクコインとか鍵とかありますよね。そういったパーツで追加されるのが呪われた鍵っていうのが追加されます。でこの鍵はですね、鍵を持ったプレイヤーを仮面っていうキャラがずっと追いかけてきます。まあ、イメージ的にどんな追いかけられ方をするのかって言ったら、スーパーマリオブラザーズ U で出てくる太陽とかあるじゃないですか。あんな感じで空中から鍵を持ってる人へめがけて攻撃してきます。結構厄介な敵なんで、この呪われた鍵を取る際はぜひ注意してください。でこの呪われた鍵はスーパーマリオブラザーズのスキン限定です。そして僕がですね最も苦手としそうなスイッチトランポリン、これはスイッチのオンオフでトランポリン効果をありかなしか切り替えることができる足場です。これはほんとね、みんなでバトルだとめちゃくちゃ厄介になるだろうなって思います。そして次、メカクッパ。画像に出ている緑のメカクッパならね、まだ歩いてるだけだから全然いいんですけど、赤いメカクッパはね誘導弾を撃ってくるんですよね。そして青いメカクッパはビームを撃ってくるんですよね。マリオでビームとか初めてなんですけどって思うんですが、こういった感じで一定間隔時間でビームを撃ってきます。これはですね確かリンクマリオの盾とかで防げるから、リンクになれるようなスキンアイテムが出てくればぜひ取っておきたいですね。そしてこのメカクッパ、夜のステージではジェットエンジンを積んで空をね飛び回ってくるからめちゃくちゃ要注意です。まだまだあります。これもですね個人的にほんとめちゃくちゃ楽しそうだなって思うんですが、ワールドマップ化できるようになります。例えば一番左下の方にみんなのワールドっていうピーチがねもう万歳してる。このピーチがめっちゃ万歳してるこのワールドに入ると、こういった感じで世界のね皆さんが作ってくれたワールドに入ることができます。でこれがどんなのかっていうと、例えば遊ぶってしてみたら、この方がですね一つ一つ作ったコースをワールド形式で遊ぶことができるんですよね。これすっごく面白そうですよね。まあどのくらいこのコースが作れるのかっていうと、最大8ワールド、そして40コースまでになります。まあ個人的には8ワールドで40コースって考えたらちょっと少なくないって思ったんですけど、作る方の人のことを考えたらめちゃくちゃ大変ですよね。40コースって、まあこれが60とか70にもし増えたとしても作る方はめっちゃ大変だろうから、この40コースっていうのがね結構適切なんじゃないかなって僕は思いました。はい、それじゃあいかがでしたでしょうか。今回のこのアップデート内容、まあ最後のアップデートで悲しいって思うんですが、こんだけ大型アップデートをしてしまうとまたさらに遊ぶ幅がめちゃくちゃ広がりそうだから今後も楽しみですね。それじゃあですね、今回このアップデートで追加された新要素を使うコースがあったんで、ぜひやっていきたいと思います。
まあ、一応ですね 3D 限定になるんですが、まあ、そういう新要素のギミックがねたくさん詰まってそうだったから、おはははすごい、バージョン 3.00、まあ、今回アップデートされたバージョンがねバージョン 3.00 って言うんですが、わっ、なるほど、このステージはめちゃくちゃ楽しそうだな。どれから行こう。一番左のクリボーから行ってみるか。クリボーをかぶると先ほど言っていたね敵が攻撃全くしないでくれるんですよね。でさらにねこのしゃがむとよりクリボーっぽくなるんですよね。今立ってる状態でしゃがむ見てこのしゃがむめっちゃ可愛いよね。で本来だったらこのクリボーがめっちゃ追いかけてくるんですけど、ほらね、全く何もしてこないでしょ可愛い、見て。そしてこのドッスンもねこのクリボーの被り物を被ることによって、ほら全く何もしてこないの。これ無敵じゃない？これマリオぶち壊しですよねこのアイテムは本当に無敵。ほら見て見て、ほらやばくないこれ。で一応ですけど当たったらこれが解除されてブンブンが攻撃してくるから気をつけましょう。でこの被り物ボックスをかぶると全く攻撃してこないんですよね。ほらね、もう見てもないもう見てもない、こっち見てほしいけど見てもない。ほら見て見て、ほら、よーブンブン、今日も元気かい。うん、今日もマリオがいないから平気だまあこんな感じでですね最強のアイテムです。でこのまま鍵を取ってこの鍵ボックスに入る。そして次はどうすればいいんだろう。このオンオフでこっちに入るとどうすればいいんだ。あ、これ一回当たらなくちゃいけないの。これ一回当たって走って次右に行くってか。そしたらまた最初のところに戻る。まあ、個人的にね一番右上のこのキラーはめっちゃ楽しそうだから一番最後に残しておきたいと思います。じゃあ次はブーメランに行ってみようか。で今度ブーメランを取ると、まあ、先ほど言ったブーメランマリオになるんですよね。でこのブーメランマリオはこの透明土管にブーメランを通すと透明土管もくぐれるようになります。そしてこのオンオフをするとオッケーで上に行く。そしてねこの黒いやつが確かねトランポリン効果があったりなかったりするやつじゃないかな。で今はねちょうど何もない状態なんですけど、これを当てることによってほらトランポリンになるんですよね。ほらでこっちがトランポリン効果がなくなったっていうことですね。でもう一回当ててみよう。よし、それじゃあ次は左がトランポリン効果がなくなって右がトランポリン効果がある風になったから、まあ、こういう感じの新しいパーツですね。そして今度上に行ってみますか。でこれは上でいいの？なるほど、砲台が出てくるのね。で次は左を叩けばいいのかな。よし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 、で砲台が出てきてドアに入る。そしてえ、今でしょこれ、今でしょ結構簡単だったね。そして次はまたオンオフをしてまたチビマリオに戻ります。そして次はねこのプロペラボックスのところに入りたいと思います。で今度のプロペラボックスはさっきも言った通りですね、これ3回ジャンプできるんですよ。これちょっと短かったけどこれ3回上昇できるんですよね。でこれで1回2回3回みたいな感じかな。これすごいよね3回。でドリルで急降下もできるみたいな、ドリルみたいに急降下もできるみたいなね。よし、それじゃあ次に進みますか。この透明土管に入ると、お、これはなかなか楽しそうだぞ。よし、オッケー。で、2回目で、3回目
これ楽しい、これめっちゃ楽しい。いや、このプロペラボックスめっちゃいいな、まあ、個人的にめっちゃ好きだった今の。次はキラーボックスか。で、このキラーボックスはあのダッシュボタンとか、まあ、僕はですねプロコンの X ボタンを使ってるんですが、長押しすると遠くまでドカーンとね、あ、貫通できないんだ貫通できなかった。まあこんな感じで遠くまで飛ばすことができます。ちなみに長押ししなかったらこんだけで、長押しすると結構遠くまで倍の距離ぐらいかな行けることができるんですよね。それじゃあこんな感じでビッグチョロプーを、チョロプーじゃないや、なんだったっけ、あの水色、ちょっと水色の子のね名前が忘れたけど、倒して先に進んでいきましょう。で、これもね透明度感を使ってドスンを倒すことができます。で、この調子で右に左にやろうか、いけ、どうなるんだこうやってね倒すことができるんですね。で、このかぶり物ボックスでパンを当てろってことか。オッケー。そしてどうするんだろう、これ左に行ってあのハテナを叩けばいいのかな。あ、これで鍵が出てくるのか、なるほど。いやー、めっちゃ面白いよねこのステージ、すごい。まあ、今回ねアップデートされた 3D 限定だけど、まあ、要素がほんとめちゃくちゃ詰まってる。それじゃあ次はパウの被り物か、パウの被り物のステージですね。これはですね続きをすることによって、そう、このパウが発動するんですよね。多分ヒップドロップじゃしないんですよね。かぶって続きすることによって3回まで叩くことができます。じゃあこれも叩いてみようか。あ、なるほど、こういう感じのステージかちょっとイメージしてたのと全然違ったけど、まあこんな感じで叩けまくると。で、これも叩く、うわ気持ちいいな、オッケー。あ、待って、行ったけど大丈夫、これでクリアかな。あ、まあこのパワーブロック結構設置されてるんだ、ありがたいね。で、これを叩きまくれと。そしたらね鍵がどっか持ってると思うんですよね。一番、え、最後まで残るの、いけ、今か、くそ難しい、よし、オッケー。あれ、鍵もらえない、あ、鍵もらえてた、え、全然気づかなかった。で、次もチビマリオに戻っていきますか。待って待って、ちょっと待って、これ時間が足り、あ、よかっためっちゃギリギリやん。それじゃあね、最後にこのキラーが残されてたから、このキラー楽しみに僕はしてるんですよ。このキラーを被ることによって、いけー、あ、全然違うちょっと待ってちょっと一個もコイン取れてないけど、一個も取れてないけど、まあこんな感じでこのパウブロックもね貫通、あ、ちょっと待って、できない、あー、ちょっと待ってえ、パウブロック貫通できないの、まさかああいうやられ方をねするとは思いませんでした。今度はしっかり3つ取っていきましょう。 OK、 で、このパウブロックに当たる。そしてね、次もちゃんとこのコインの通りに行きますか。いや、これ気持ちいい、これほんとめっちゃ気持ちいい。やっぱねこういうのめっちゃ好きなんですよね。で、で、今度はパウブロックになる。今度はキラーの砲台でオンオフで叩いて、これをトランポリンに刺してて、っぺんはい、どうでした、今回このコース、まあ、3D 限定ですけど、この新要素が詰まったコースですよね。この大型アップデートでこのスーパーマリオメーカー2がまたさらにね楽しくなるんじゃないかなって思います。それじゃあまたね。